はい、今回のスタート地点はですね、国道10号線龍ヶ水のとこですけどもね、分かりますかね、渋滞が始まってます。そしてですね、だけどほら、この右の方はツーツー行くでしょう。だけどね、私はね、もうこの左側を走ります。途中で交わるんですよ。一車線になるとこありますけどもね。だけどね、そこでね、私はね、すいません、入れてくださいっていうのはマスクじゃないんですよ。もうそれよりかはね、もうゆっくり走ろうという、人を入れて車をですね、入れてあげるのはどうもないけど、その人にですね、すいません、入らせてくださいっていうのはね、どうも昔からあれですがよ、こう右側を行けば行く分早いのは分かってるんですけどもね。で、話変わりますけど、ここのですね、小浜石油っていうのかな、このガソリンスタンドがですね、鹿児島県内の、ガソリン価格のですね、一番こう低い、いわゆる安いっていうですね、ところで有名なんですよ。そういなんだけど、ここにはないですね。ここから見えるところにはないんだけど、162円っていうガソリンスタンドが間にあったんですよ。ですからね、なんでけと思って、私がここを朝来る時に見間違えたのかなと思ってですね、163.8円って書いてある。これはほら軽油ですけど、右の方にですね、やっぱり書いてありましたがよ、163.8円、もうギリギリでしょうけどね。だけど別動画で撮ったその間の、仕事日か相田町かな、そこの、ガソリンスタンドは電光掲示板で162円って出てましたからね。ここはこのコンマ2円を落とすのに大変だろうっていうのに、その一番低いって思われたところよりも、まあ大したことないですけどね、1円80銭って、80銭っていうのか、やっぱり、の違いっていうのは大したことはないけど、まあほら、それをずっと、1月とか1年間ガソリンをずっとこう入れ続けた場合は違うんでしょうけども、でもその163.8円と、162円って1.8円しか違わないけども、でもガソリン業界によっては、アヒコが162円で出したてや、1円80銭もやしてやっていう風になってるかもしれない。なんでけ、しかし。昨日、おとといですね、この車もガソリン入れたんですよ。5000円分。その時が、そこも安いんですけども、そこが164円だったと思うんですけどね。ですね、今こんだけ喋ってもね、4分にしかならない。いや、こう動画を上げるのをやめようかなと思うけども、やっぱりね、この渋滞、あれですよ、通勤通学時間帯の渋滞じゃないんですけども、ただね、鹿児島の場合はもうこの相田町の向こう、重富ですね、あそこと仙巌園、あそこの間はね、もうどうしようもないんです。どうしようもないの。だってほら、右の方はもう山でしょう。ほんで、これの、渋滞を少しでも解消しようということで、北バイパスとかな。でもそれはね、磯のね、磯のあたりの渋滞解消だと思う。
こっちまでっつったらもうずっとまたこの海岸線を埋めるか、この右の方の山をずっと飛んでる方らんといかんですからね。だけどまあいずれにしても今皆さんはこうこんなもここいくらなんでもこの動画はいいと。でそれこそ何でお任せテレビさんはこの右の方行かないのズンズンって言うかもしれないけど、これがねなんかね私じゃないですよ、鹿児島のね人間のね、ある面をね表してるんじゃないかと思うんですよ。っていうのが右を行けば早いって分かってるんですよ。だけど行かない。私の後ろにもずっと最初の、この動画が始まったあの辺りからずっと続いてるんですよ。でも行かない。人の方が多い。右の方行く人はですね、このトラックとかですよ、こういう人のためにまあ開けてるっていう意識は私じゃないですけどね、それとかの営業の方なんかが、こう行くためにまあ開けてるっていうのがベースにあるのかもしれないけども、普通車どんどん行くでしょ、これでもですね。だけどね、行かない人はね絶対行きませんよ。友達にも言ったことがある。ウェアよ、いやウェアよって、お前はよ、あそこは どうするけって言うんだよ。おいやもうずっとワイヤーどうって、もう左やどう、要するにこの渋滞するっていうのは分かってるって言われ、あ話変わりますけど桜島を向けます、桜島に向けます、こんな感じですね。空気の透明感は今そうないけれども、まあこんな感じでしょう今のこの時期はですね。ああやっぱりこの動画はですね、10年後20年後30年後の人に見てもらいたい、ここがどういうふうになってるかですよ。本当にあもうちょっと右だな、やっぱこうしてる、これぐらいですかね。もう桜島いいですかね。まだほら今からでも間に合うんですよ。右にピッて行ってブーッと行けば、そうですね、まだ結構前まで行けるんですけどもね、行かない。まあ関心っていうか、なんていうんですかね、容量が悪いっていうか、なんでそこまでっていうか知らないですけどもね、行きませんね。そしてですね、私が関心するのは、それが一本道一本にこう交わるところがあるんですよ。でそこもですね、意地悪をしないですよ、どうぞどうぞっていう感じ、まあそれをね、それはね見てもらえれば分かる。そういう意味でいくとこの動画はいいかも。まだねあと結構ですよ。ですから今動画を始めて、この動画ですね、9分経ちましたから、うっといくとその半分ぐらいで済むんですよ。もう半分いらないかもしれない、3分の1ぐらいでここを通過できるかもしれないですけどもね。もうこれはまっすぐしましょうかね。ですからね、まあ簡単、まあこの話題はこれにずっとしましょうね。今もう10分ですよ多分。だから。あの動画を始めた時点で右側路線をブーッと走っていけば、そこの、交わるところまで3分かかってないと思いますよ。
どこまでがもうちょっと、次のカーブのカーブぐらいまでですかね。逆に楽しみですがよ、何分間、いわゆる渋滞を楽しめたけっていうやつです。あ、そうだ。今度ですね、こういう渋滞じゃないときに、ガソリンスタンドのあそこから、ブーッと走っていますね。そしたら、何分ぐらいで、いや、何分ぐらいでじゃないですね。何分ぐらい、得をしたか。まあ、得をしたか、向こう走ってれば、右側を走ってればね、したかどうかっていうのが分かりますからね。どうなんだろう、ここは。今ね、バックミラーでね、後ろを見てるんですけどもね、右側を走ってくるのはいませんよ。こんだけこう、渋滞してるわけですから、もう待ちきれんって言って、ピュッて右側に出てくる車がいてもいいはずなんですけどもね、後続車はですね、ずーっとこれに続いてますよ。ああ、あれですね、鹿児島の。道路、いや、今1台来た。多分ね、この右に行く車もですね、これぐらい渋滞してるとは分からないままに、右側路線がブーッと走ってきて、じゃあ、ほんじゃ、こんなにして、こう、なんですかね、自分だけ先に行くのはあれだから、左に入ろうかねと思うけれども、もうずっと渋滞してるから、もうほんじゃもう行けるところまで行ってみようという人もいるかもしれない。またですよ、ほられば。ああ、あれが。JR、JR、JR。まあ、あれですね、渋滞は渋滞で。結構楽しめますね。桜島をついでやりしましょうか。トンビが映ってるかな？上にね、トンビがいるんだけど。ほいで今5時44分ですから、向こうに、桜島にですよ、鹿児島側の雲影が映って、あれじゃないですかね。影が来てんじゃないですかね。ですから、ほら、右の方のちょうど 渋滞してる側からずーっと、もうあそこは影ですもんね。ほんで、桜島の見えるけ、ちょうどその防波堤の取っ手みたいなのに邪魔されてるかもしんないけど、あっちの方にある、集落っていうんですかね、町というか、あの辺はまだ太陽がパカーッと光ってますもんね、当たってますもんね。あれですよ、今頂上付近が雲がかかってるけど、この辺りからですね、見る桜島もいいですよ。陰影、今わかるように陰影がですね、影がこうできてたりですね、彫りの深い桜島ってんですかね、そういうのがですね、見られますよ。そういえばあれですよ、今右の方に向こうから鹿児島側から来るのが
ありますけど、道路が。この道路ができる前までは本当片側一車線ずつだったですからね。今信号がありますでしょう。あそこをね、過ぎたらね、一車線になるんですよ。ですからね、右側をずっと走ってきた人はここまでノンストップで行けるわけです。わかります？私なんかがあってこの車が今16分過ぎてますけど、多分あそこに行くのは17、8分かかってるわけですよね。ほんで右の方はその要するに全然渋滞じゃない方ですから、どれぐらいかな、多分ね3分、こっちは12、3分は余計に時間をかけてきてるんですよね。でこの車だけじゃなくて、こっち側を走る人は、もうそれでもいいって、別にそういう強い意志とかですよ、俺は今日はこっちを行く、右に行かないとか、そういうんじゃなくて、もう自然と、もうこっちでいいってやつ。ほら、ここまでノンストップで来れるわけですよ。そこが信号が青だったらですよ、信号の青、ここまではノンストップで来れるんです。バーッと。で問題はここからですよ。あ、ここちょうど信号があれになりましたね、赤になりました。三船入り口ですね。お茶飲みますからね。はい、ですから本当は青信号だったらここまでノンステップでスーッと来れるわけですよ。そして見てください、今ですね、前の車はちょっと後ろが入れなかったからだったんですけど、もうここでスーッと入れますよ。ほんで確認してほしいのは、その前はもう全部一列になってるでしょ。ここですよね、みんな入れてくれるんですよ。前の方が普通だったらですよ、いや俺たちはずっと左を我慢してあれ来たんだ、今はですね、意地悪したんじゃないんですよ、間を空ける時間がなかった、車がやっぱりほら動かんないかんわけですからね。でこういうふう、特別に私が優しいわけじゃないんですよ、こんなふうにしてですね、みんな入れてくれるんです。これがですね、鹿児島のいいところ。多分ね、この後ろからこう、今ね、軽トラが、軽が来ますけどもね、見てください。これはもう、しょうなしにまっすぐ行くんですよ。左に行こうと思ったけど、渋滞してるから行けなかったからって、これもそうですね。この車もノンストップで来てるんですよ。龍ヶ水の入り口からですね。だけどですね、私なんかはこう、ここをほら、ここを私がちょっと開けときましょうかね。いや、信号が後ろは赤になってる。ほら、前の車、さっき横を通ったやつはですよ、スッて行けますよ。ほら、スッて行けないのは前が数珠つなぎだから行けないだけの話でですね。ここですよ、ここ。ここですよ。喜んだってしょうがないけど。いや、嬉しくなりますよ。友達が言うわけ、お前はよって車でよかい人に車を譲るって、前をですね、関心やがって言うけど、みんなそうですもんね。
あ、次のね、車なんか来ました。見てください。ここはね、私じゃないですよ。私じゃないですけどね、前の車がですね、入れてくれるはずです。だからここはちょっとね、車間距離を取ってあげよう。でないと前が、入れない。前がね、詰まってるだけの話。今ね、横の人がね、私と目が合ったんですよ。おいて、あ、どうぞどうぞっつったら、もう、いわゆる、拝むように、すいません、すいませんって言うんだ。あ、初心者ですね、特にね。そうなのかもしれない。このね、後ろからも来ましたからね、これはね、ちょっとね、意識してね、入ってもらいます。ああ、いいな。いや、この動画もアップするの、予想かなと思ったけど、なんかね、鹿児島のね、県民性のね、なんかがね、ここにね、凝縮されてたみたい。さっきの、私が言ったでしょ、この「すいませんすいません」って ありがとうございますっていう、その人のね、表情を撮りたいぐらいだったですよ。本当ね、だからさっき言ったみたいに、右側を通る人はこっちが早いと思って来る人だけじゃなくてですね、もう左に行こうと思ったけども、もう途中で言いましたよね、もう左に行けずじまいで、あら、どげんしようかどげんしようかって。来た人も結構いらっしゃるんじゃないですか。笑いますね。ということでですね、今日はね、もう22分になりましたから、今日は22分っていうか、今回のドライブはもう20分過ぎたら、もう強制的に、そこでストップしようと思って、しましたけど、22分ですけど、23分ですけど、一旦ここでお開きしますね。はい、ありがとうございます。